どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はガズレレ初登場のアーティスト清水翔太さんの歌う君が好き、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレを使ってガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この R&B 調のかっちょいい曲、ウクレレに結構合います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者にとってめちゃくちゃ簡単にした、ガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はちょっと独特のあのグルーヴ感が出るように、かっこいい弾き方でやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲を弾きながら歌う弾き語り。これ最高なんです。皆さんぜひ、やってみてください。これはやったらこの楽しさもほんとハマりますからね。だけど音楽聞くのはいいけどやるの苦手だなっていう方多いと思うんですけど、ウクレレだったらですね、すぐできますから。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどんできます。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先のウクレレ初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、1から数字が振ってありますので、そこをクリックするとガズレレ YouTube チャンネルのこのレッスン動画にたどり着きます。1から順番にそれ見ながらウクレレ触ってるだけで、あれもうできてって、もうできちゃった私ってなりますから。やってみましょう。はい。しかもこれ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも、ちょっとした隙間時間で。豊かに音楽ができて、しかも無料。どんどんやりましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこにはガズが今までトリントリに取りためたありとあらゆる音楽が800曲以上も簡単ウクレレレッスン動画としてアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽もたっぷりあります。ハワイアンいっぱいある。アニメソング、映画の曲も何でもありです。しかも全部ウクレレで簡単に弾けるようになっております。さっきのリンク先のところに行くと、検索できたりとか、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、どんどん自分の好きな曲を探して演奏しちゃいましょう。さあ行きましょう。君が好き。ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、突然鳴り出した携帯聞こえてく君のプレイヤー声 Baby tell me どうしたの、もしかして泣いてるの、外の雨の音でちゃんと聞こえないよ、さよなら昨日の喧嘩を思い出した、君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいてダメな僕を叱ってよ、今誓うよ君を守ってゆく、だって君をこんなに愛せるの僕だけ、この広い世界で僕は一人ぼっちだった、君が僕を変えてくれた、君が好き、一番大切な人、ずっとそばにいてダメな僕を叱ってよ、誓うよ君を守ってゆく、その笑顔絶やさない君が好き、君が好き、yeah、せーの
清水翔太さんの君が好き、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。今のお聞きいただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンにさせていただいております。ですがフルコーラスやりたい方、全部こうコード書き足して2番のこう歌詞を書き足していくとできるんですけど、最後ですね、原曲はキーがちょっと上がるんですよね。キーが上がるのはガズレレではですね、すごく難しくなっちゃうんで、ウクレレでやるとね、いつも上げないことにしてますので、このサビを繰り返すっていうのをちょっとチャレンジしてみてください。でテロップと一緒になんとかこう一緒にできるようになった方、それでも書いてね、自分だけの演奏でこうできるようになるのをおすすめいたします。はい、ショートカットオリジナルアレンジですんで、まぁ、ちょっとその辺をちょっと、確認いただいた上でこれをメモっていただきたいと思うんですけど、ちょっと今日ワンブロック長く書きました。 C、C、F、F、ここで4回弾きますからね、ちょっと言葉が多いからそんな感じになってます。なんでこれで4回弾きますよ。これで4回。この辺もそんな感じで。ちょっとこの、やっぱりね、清水翔太さんのこの R&B のものすごく、ラップっぽいというか、フローの感じの、歌の乗せ方と。あの辺がかっこよくもあり、難しいところでもありますから。そこをね、で、コードはすごいシンプルですから。で、リズムのね、このすごく勉強になるんじゃないかなと思います。この、くるっと囲ってるか、早口で言ったりとかするんでね。参考になるように、ちょっとこれ書いてってください。イントロここ2回繰り返して、ここから歌が始まります。はい、ガズレレ流簡単アレンジでございます。これはね、もうここまではもう入門コードばっかりですからね。はい、いいですか。はい、じゃあここから B メロですね。さよならのところですね。はい、でここにちょっと仕掛けがあって、ここ2拍だけです。ここの G7 は君が好きとか1、2って2個伸ばして2拍ですね。はい、テロップにも書いておきます。でここからサビになります。ここはいっぱい書いてあるんですけど、ちょっとね、これ後で解説しますけど、この辺ちょっと細かくなってます。ちょっとね、解説します。で、なんとですね、このサビ、まあ一時停止でサビ書いてくださいね。で、ちょっとね、書きづれえなと思った方は、この動画のテロップで書いてもらった方がいいかもしれないな。そして、ここのとこだけね、いつものところでちょっと土地がなくなってきちゃってね、なかなかこう、ぎゅうぎゅうになってるんですけど、まあまあ、こんな感じで書いてありますね。ここね、ブリッジパートですね。はい。この広い世界で僕は一人ぼっちだった。ここのところが盛り上がる感じ。で、こっからまたサビに戻るんですよ。で、ここが、ガズレレオリジナルアレンジで、サビに戻ってくるんですけど、最後の一行で、このカッコするの上の段の歌詞を歌ってるってことなんですよね。はい。で、ここで終わったというふうになってます。なので、ガズレレ、今のアレンジは、イントロからこういうふうにやってきて、本当はここで2番行くんですよ。なんだけど、もういきなりこのブリッジパートに行った後にサビをこう繰り返して、伸ばして弾いてからこの最後のところ歌詞変えて終わったというオリジナルアレンジにさせていただいております。で、あともう一個行きたいんです。これね、この曲、原曲キーなんですよ。そうすると、清水翔太さんは今の、1オクターブ上で歌っておられる。そうするとこんなになります。眠れない夜の中ぼんやり光るって、こういう風に歌い出すとかっこいいんですけど、サビでものすごくキーが高くなるんで、やっぱね、清水翔太さんのこのレンジが、歌のレンジがすごく高いんでね、やってみたい方、1オクターブ上で歌うのをおすすめし、しますね。今のはちょっとウクレレ練習用でちょっと1オクターブ下で歌ってるんで、ちょうど雰囲気がね、だいぶ変わっちゃうかもしれないんですけど、その辺をちょっと、やってみてください。で、出てくるコード、ちょっと今日場所なくなっちゃったんですけど、アルファベットだけで表記しておきます。出てくるコードは、はい。出てくるコード、C と F、Am、Dm、C7、G7、Em7。こちらのコードで、1、2、3、4、5、6、7個のコードでこの曲、簡単アレンジしました。はい、7個のコード。7個つったってこれあれです。これです、これ。ガズレレ必須コードのメンバーですよ。ガズレレ必須コードって一体何かなと思った方。コードっていうのを覚えなきゃいけないんですけども、ほんと星の数ほどある。でもなぁと思うじゃないですか。ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってですよ。めちゃくちゃ便利なコードのグループを一番最初に覚えるのをおすすめしています。それがこのガズレレ必須コードというふうに呼んでおるものでございまして、10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うでしょ。でも1個ずつ見たらね、こう指1本で押さえられるコードもたくさんあって、1個ずつ見たら全部簡単。なんだけど10個覚えようと思うとちょっとコツがいるんですけど、覚えるのに。それをスッと覚えられるように、解説してるガズさんの動画、ここに貼っときます。ここでこのガズレレ必須コードはマスターしてください。そしたら気楽に覚えられる。で、その10個のうちのコードの今日これ7個出てきているわけですから。はい。じゃあコードはそこで覚えてください。今のシンプル簡単バージョン、それをゆっくりこう4つ引きで、弾いたというのが今の簡単バージョンでございました。さあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。やっぱかっこいいバージョンはですね、コードの進行は一緒。まずね、やっぱリズムなんですよ。
この曲もね、あの R&B じゃないですか。やっぱりこのリズム淡々としてる中で、このボーカルがこう本当ふわふわこう泳いでるようにね、飛び跳ねてるような、このそういうイメージがいいと思うんですけど、とはいえリズムもちゃんとしっかりかっこよくやりたいと。基本的なリズムはこれですよ。16ビートのチャです。16ビートのチャっていうのは、こんなゆったりした16ビートの、なんていうのかな、こう、ほんと、なんていうの、リラックスした感じのね、16ビートのチャですよ。なんですけど、今日はいろいろある。A メロ。16ビートのアルペジオのチャって書いてあるんです。これをやりたいんだよね、これ。で、これ、ここに、書いてあるの分かる？ 1、4って同時に書いてあって、3、2、1でチャって書いてあります。1弦と4弦同時に弾いて、3弦、2弦、1弦でチャ。この順番で弾いてみたいと思います。じゃあ C を押さえてコード。右で見ててくださいね。1弦と4弦、ちなみに言っときます。こっちが1弦ですよ。1弦、2弦、3弦、4弦。1弦と4弦同時に弾いて、次、3弦、次、2弦、次、1でチャ。こうです。これで。歌いたい。せーの。眠れない夜ベッドの中、ぼんやり光る気象を見てた。かっこいいですけど難しい。はい。1、4同時にいて3、2、1、じゃ。で、この指使いはアルペジオですからね。アルペジオの指使い、基本の指使いです。テン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 パッ。テン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 パッ。やってみましょう、挑戦。はい。で、B メロ以降、さようならのところは、またちょっと雰囲気を変えて、ここからはね、16ビートちゃんとカッティングになります。ちょっとね、ごちゃごちゃ書いてあるんだけど、ターンタチャツツツ、チャーンタチャツツツ、ターンタチャツツツって感じですね。そうするとこうなります。さようなら、ターンタチャカカカ、ターンタチャカカ、ターンタチャカ、ターンタチャカカ。わかった。じゃんじゃチャ。こんな感じですね。このビートを基本に言って、で、ブリッジパートのところから普通の、の広い世界で、なんだかだかつたしたんで、16ビートのじゃあ基本的なやつになって、そんな風に展開していきます。まあ、3つのパターンってことかな。はい。で、このリズムですけど、まずね、この最初の、でん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 ちゃ、これアルペジオの指使いだけね、確認したいんで、アルペジオと、あと16ビートのちゃというリズム。これでいこうと思います。ここにリンク、あともう一個あった。カッティングだ。アルペジオと16ビートのチャとカッティング。この、ダンダチャカチャカ。これがカッティングですね。カッティング。音を止めて、カチャカチャって言わせる。この3つの弾き方、ここのリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からこの3つの弾き方、動画で解説してますんでやってみてください。ちなみに、16ビートのチャというリズムは、相当難易度が高いリズムでございまして、初心者の方はまず8ビートから始めていってください。8ビートと8ビートのチャ。これは説明しますとですね、免許取り立ての人がね、ドリフト、かっこいいな、ドリフト教えてくださいっていうのと一緒ですね。やっぱり普通に運転できてからそういうのはね、いいと思うんで、まあ、だんだんこう、ランクアップして、16ビートのチャできるように。楽しみながらやってください。そして、サビのところでですね、かっこいい決めみたいなのがあるんです。このマーク出てきます。シンコペーションマーク。このシンコペーションマークっていうのはリズムがスコーンと入ってくるんですけど、今日はこれをひとまとめにして決め1っていう風に表記したいと思います。ちょっとどういうところか、サビの一番最後のところですね。いきますよ。だって君をこんなに愛せるのは、僕だけ。わかった今、ちょっと。かなり激しいですね。だって君をこんなに愛せるのは僕だけ。この C と D マイナーの前に矢印が書いてあって決めなんですけど、だって君をこんなに、あ、ダンツダン。食い込んでるでしょ。だって君をこんなに愛せるのは僕だけ。これを、口で言うと、ドンタドンタターンって書いてあるんです。ドンタドンとターンって書いてある。はい。そこのところだけ言うと、だって君をこんなにドンタドンタドーン。Em7 から、ドンタドンタドーン。こうやってイメージするといいかもしれません。ドンタドンタドーン。はい。ちょっとここのところ言葉に合わせて、こうリズムをカッとこうね、なんかこう、
持ってくるようなイメージで、やるとかっこいいかと思います。そこは一点ですね、決めはね。あとは結構淡々とこのリズムのこの落ち着いたリズムの中にこうボーカルがこう遊んで泳いでるというようなイメージがいいと思うんですけど、 R&B のかっこいい、もう前半はループのコード、同じコードをぐるぐる回す中でね、このドラマが繰り広げられるというそのイメージしながらやってみましょう。はい、清水翔太さんの君が好きガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ぼんやり光る液晶を見てた。突然鳴り出した携帯聞こえてくる君の震える声。 Baby tell me どうしたの、もしかして泣いてるの。外の雨の音でちゃんと聞こえないよ。さよなら、昨日の喧嘩を思い出した。好き一番大切な人、ずっとそばにいてダメな僕を叱ってよ。いや違うよ、君を守ってゆく。だって君をこんなに愛せるのは僕だけ。この広い世界で一人ぼっちだった。君が僕を変えてくれた。君が好き一番大切な人、ずっとそばにいてダメな僕を叱ってよ。今違うよ、君を守ってよ。絶やさない君が好き、君が好き。せーの、ジャカちゃん。君が好きガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいいんですけど、やっぱあのリズム難しいですよね。あの前半のところのやつとかちょっと難しいから、あの難しいなと思ったらこういうのでもいいですよ。ジャラ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 カとか、こう自分でちょっとアレンジしてね。で、できるようになったら、またアルペジオに入っていくとか。まあそういう風にやってもらいたいんですけど、まあやっぱ歌がでも中心ですからね、あの、感情を込める歌のリズムとか歌詞の内容とか、まあ、そっちが中心に置いとくのを忘れないようにしてください。楽しく音楽やりましょう。ね、ちょっとこの後ご案内の動画、ガズレレ最新情報載っけとくんで、お時間ある方もない方もご覧になっていてください。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。それではご案内動画、どうぞ。はい、そういうわけでガズレレ .com まずこのホームページをチェックしてください。ここにリンクも貼っておきます。さあ、皆さん、イベント情報なんですけど、実は今決まってるイベントはちょっとソールドアウトで、ちょっと、あの、今年はもうイベントがね、ないんですけど、来年ドーンと行く予定にしてますんで、もうちょっと情報をお待ちください。で、最新情報、このウクレレの、予約注文、また来週から受け付けます。これもまた YouTube で公開しますね。お楽しみにしてください。さあ、相変わらず本の情報、これ、リットミュージックの100曲入りの本、これももう、いい感じで、いい感じです。はい。で、この、主婦の友から出てるいい本も出ております。こんな本もいろいろ出してますんで、よろしくお願いします。楽しく音楽やりましょう。それでは見てくださってありがとうございました。さよなら。